IQ 誕生日相性占い福朗谷学園高校編。皆さんこんにちは、スミノフです。さあ今回は福朗谷のメンバーと誕生日で相性占い、早速見ていきましょう。まず1番手はキャプテンで天然のエーススパイカー、僕と孝太郎、9月20日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。そして運命の誕生日は1月3日。続いては意外と変人な副キャプテン、攻撃型セッターの赤橋慶治、12月5日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。そして運命の誕生日は10月21日。続いてはミスター器用貧乏、木の葉明典、9月30日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。そして運命の誕生日は7月26日。続いては鷲尾辰樹、8月29日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。そして運命の誕生日は1月13日。続いてはサルクイヤマト、8月2日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。そして運命の誕生日は12月12日。続いてはコミーハルキ、1月23日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。そして運命の誕生日は8月8日。さあそして福朗谷、最後は尾長渡、7月14日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。そして運命の誕生日は10月7日。以上、福朗谷学園高校誕生日相性占いでした。さあ皆さんいかがだったでしょうか。よろしければコメント欄に何か一言お願いします。またハイキューの他の高校の誕生日相性占いも行っておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。スミノフでした。